2024年の5月は、さあ、いくらやったんでしょうか。いいリュックすぎて使用するのがもったいないということで喜んでいただいて嬉しいなと思います。アメリカなんですけど、アメリカがですね、ちょっと動きがありました。はい、本日ですね、2024年5月の売り上げ発表していきたいなと思います。ということで、これね、うちの取引先さんも見てくれてるんですよ。タクゾーさん変わったことしますねって言われるんですけど、変わったことはし続けるんです。とにかく変わったことをずっとするっていうことが、僕のモットーになっていますので、よろしくお願いいたします。では早速ね、売り上げの発表を見ていきたいなと思います。それではね、データを見ていきたいなと思うんですけども、売り上げ、2024年の5月は、さあ、いくらやったんでしょうか。さて、出ました。940万8370円ということで、皆さんいつも本当にありがとうございます。その前の月が確か500万円ぐらいって、多分ここ最日勤で一番悪かったんですね。でまあ特にこれ新作も出してなかったっていうのもあるんですけど、倍ぐらいになったかなと思います。まあ過去最高のこの5000万っていうのがもう幻のように輝いてますけど、また今年の冬は冬でね、まあいろいろアイテムありますので見ていただきたいなと思うんですけど、まあ直近は940万円ということで、本当にたくさんの方にご購入いただいてありがとうございました。実はこのベースっていうサイト以外、ショッピファイっていうサイトもあって、そっちの方で売り上げあるので、まあ合計足すと1000万はあるんですけど、定価格いつもベースしか見てないので、ベースでそんな感じになっておりました。まあ本当に皆さんがねご購入いただいてくれたおかげで、それがほんお給料になって日本の工場さんに回せてるっていうのは紛れもない事実で、この間もこのニットの会社見に行ってきたんですよ。その時とかでもやっぱ日本の若い方とか、まあベテランの方とかいろんな方が作ってやっぱ物作りってなってんねんなって。もちろんこういうニットが海外でもありますよ。安いとこもあるんやけど、同じ日本人としてやっぱり日本に還元したいって思いて、まあ僕はあるので、そういう理念を少なからずはこう共有していただいてる方っていうのがいらっしゃるんやなっていうのも思いました。ではね、次順位行きたいなと思います。さあ順位がないんでしょうか。さあ2024年の5月がダダン95位ということで、結構落ちてきましたね。過去の栄光を遡ったら5位とかね8位とかあったんやけども、95位ということになっております。まあただ今年も変わらず冬場に向けてトップ10入るっていうのはもうマスト、目標とかじゃなくてマストでやるっていう風に決めてますので、そこまで、見ていただけたら嬉しいかなっていうことで、まあ売上が全てっていうわけじゃないんですけど、まあいつも言ってるみたいに還元できるっていうところでいいんじゃないかなと思います。で、まあ皆さんがいただいたレビューというのも読ませていただいて改善しますので、そういうのもいきたいなと思います。商品受け取りました。短いタイプに続きロングタイプも購入させていただきましたということで、喜んでいただいて嬉しいです。実はプラチナっていうのも出してるんですね。僕今これよく最近つけてるっていうのがゴールドなんですよ。っていうのもなんでゴールドつけてるかっていうと、嫁像もゴールドつけてるんですよ。その海外で嫁像も同じ40センチをつけてて、僕も離れた日本で45つけてる。まあ、全く同じものを2人でつけてるっていう意味で僕はつけてるんですけど、まあ彼女それ分かってくれてるんか知らんけど、まあそれつけてます。この方は45購入されたけど、まあ50でも良かったかなと思います。でまあ僕結構首細い方で、まあ、こんな感じなんですね。まあこれぐらいな感じなんで、まあもうちょっと余裕欲しいっていう方やったら確かに50とかでも全然いいかなと思います。でボディバッグ開けて触るとしっとりした柔らかい革で、さすがタクゾーさんが選んだ革だなと思いました。これね、革選びだけでね何回香川行ったかわからへんぐらい行ってます。でほんまに香川の工場さんに聞いてもらっても、タクゾーさんよう来てくれましたよねって、何回も最後の最後まで迷いましたよねっていうところもいろいろそんな過去があったんですけど、結果なんか単価の高い方選んだかな、なんかそんなんしました。でまあボディバッグ同じくサイズ説明用ですとかね、まあ小サイズを買ったんやけど大サイズを改めて購入したと。で、まあ、スマホが入らへんかったっていうところもあったりしたんで買い替えたよとか、まあ、やっぱマンティス使ってる人から革にこっちに切り替えたっていう方結構多いですね。あとリュックですね。まあ、リュックに関してはこれ僕も使ってて、よく旅行の時とかでもね、これ Vlog でよく映ったりすると思うんですけど、まあ、リュックやはり文句のつけようがない完璧なリュックでしたと。いいリュックすぎて使用するのがもったいないということで喜んでいただいて嬉しいなと思います。で実はこれレザーやけど天候気にしなくていいから雨でも全然使えるので、まあ、本当にいいリュックを製作してもらってありがとうございますと。もうこれ多分リュック次12月まで入かないんちゃうかな。もう多分7月分とか10月分の人とかはもう予約受けてんのかな、ちょっとわからないんですけど、まあかなりね予約でも待っていただいてるんですよ。あ、同じくリュックですね。まあ特に気に入ったのが背負うところのクリップがマグネット式。いやこれってねマジで使わなわからないんですけど、僕ブラックエンバーからこの着想を得たんですけど、このね前にあるじゃないですか。でここのとこって別にまあつけるのつけるのどっちでもいいんやけど、ここね実はマグネットなんですよ。 YKK のマグネットを採用してて、このマグネットって普通カッチャンってするマグネットあるでしょ、あれの10倍の値段かかるんですよ。だからめっちゃ高いですよって言われたんですけど、めっちゃ高くていいんですっていうことで作らせていただきました。外す時なんかマグネットだからこのパッてやったら取れますし、また近づけていくとパチンって止まるんですよ。でまあそういう風な感じでやってます。で黒パンですね。最初に出会ったのが幻のダウンジャケットの紹介動画です。ぐに予約させていただきました。へえ嬉しいな。この黒パンにもベルトループがあったらいいなと思いましたということで、今ベルトループつけれるように改良しようかっていう話は出てるんですけど、まあ直近では多分無理なんで、まあ来年とか年末とかにそういうのができたらいいよねっていうのを工場さんと言ってて、それこそね来週その工場さん行くんですよ。でそれで打ち合わせもしてくるので、またね楽しみに待っていていただけたらなと思います。他の方もグレーもね予約購入したよっていうことを言っていただいて、あの嬉しいなと思います。
で、まあ、新作に関しては、こう、今僕が着てるようなニットとか、このまあ、ブレスレットとか、まあ、画像こっちに出てると思うんですけど、他にもサングラスとか、もうちょうど、6月28日から発送とか、そうなんだから、そんな感じになってると思うので、まあ、気になる方は見ていただけたらなと思いますし、まあ、何よりやっぱ、多分、次の生産が夏間に合わないと思うんですよ。だから、もうこれで終わったら、一旦今年終わり。で、また来年作ろう。みたいな感じになると思うので、まあ、迷ってはる方はね、もう来年でも全然いいんちゃうかなと思いますので、そんな新作がありますので、次、アメリカなんですけど、アメリカがですね、ちょっと動きがありました。っていうのも何かというと、まず最初に売り上げから言いますね。売り上げに関してはゼロです。全く売れてない。ただ、アクセス数がボカンと増えてるんですよ。今、アクセス数がね、2000人ぐらいアクセスしてもらってて、全員現地のアメリカの人がアクセスしてくれてるっていう GPS からのデータがあるんですけども、まだ購入に至っていただいてないっていうのは何かしらの不備があると思うので、その修繕を今してるところです。だから、着実にアメリカの人が好きそうな、まあ、商品ページであったり、そういう制作っていうのができてるっていうのがね、僕の個人的なちょっと嬉しいところというか、今まではアクセスすらゼロやったけど、今もう2000人ぐらいのアクセスになるし、で、来月とかになったらもっとアクセスが増えてくると思うので、商品ページをもっと改良して、英語ももっとわかりやすく仕上げると、あ、日本のものやし買いたいなっていう人が増えてくれるんじゃないかなっていうことで、結果としては変わってないですけど、もう僕としては、あ、めちゃくちゃ近づいてきてるなっていう、いつ売れてもおかしくないっていう状況に来てる。まあ、負け犬の遠吠えですけど、完全に売れてないやつが言ってるから、負け犬の遠吠えなんやけども、そういう感じで僕は思ってるので、また来月のね、発表も楽しみにしていただけたらなというふうに思っております。ということでね、売上発表させていただきました。まあ、正直日本国内でトップ10入るとかっていうのは、まあ、昨年目標として挙げたんですけど、今年に関してそういうことが目標っていうよりかは、やっぱり海外の人に少しでもこう日本の良さを知ってもらいたい、たった1個でもいいから売れたいっていうのが今年の目標になっているので、まあ、そこに向けて全身全霊込めてねやっていきたいなと思ってますので、これから見ていただけたらなということで、本日は売上発表してみたいな動画になってます。また別号でお会いしましょう。ありがとうございました。